見間違いもあるかなと思います。押しまーす。なんでそんな黒いの？死にに来たんか？あいうえ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 。なんだ？お？超えた？リボードの音？ナイス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 。押しちゃった。ごめんね、ちゃん全然ボタンに当たんなかった。俺クリックがどういうこと。最後までゲームしなきゃ。真ん中ですよ、同時についたのに。よいしょ。あれ、センターさん大丈夫ですか。これ前は今ビール飲んでた、はい、左利きの人ってマウス左利きで使うんですか。あ、確かに。いや、右です。それね。小学校の時初めてさ、パソコンの授業で、あの、左隣の人のマウス持っててめちゃくちゃ怒られた。かわいい。かわいい。確かに、左利きの人ってあれなんだ。これ右手でマウス持つのか。いや、ただ、右手でマウス持って、左手でペンとか書いたりするんですよ。ああ、ペンとか、ペンかも。あ、だから勉強するときとかはむしろそっちの方がやりやすい。まあでも確かによく考えたら、なるほど、ね、左手で WSD 機動かしてるしな。平等か。パソコンは別にそんなに不自由ないですね。あれですよ、改札がマジでめんどくさい。何の話？改札やばいね。あ、改札、ああ、確かに。ああ、改札めんどそう。アベレージ3回でもお金持ってたら、あの最寄り駅に、ね、アベレージ専用改札機とか作ってもらう。普通に車買おう。いや、そう。乗ろう。乗ろう、それは。アベレージ専用電車を作ってもらって。いや、欲しいですね。あのみんなやりますよね。あの近くのあのバスの止まるところをちょっとずつ自分家に近づけてって。オリエンタルラジオや。それみんなやるの。あれみんなやんないですか。やんない。え？それ何のネタだったっけ。それオリエンタルラジオ。オリエンタルラジオ。ああ、ブユーデンか。ああ、そうだ。2年を費やし自宅の前にブユーデン、ブユーデン。あ、そうなんでしたっけ。いや、あるある。なんかちょっとずつずらして家の前をバス停にするみたいな。そう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 、やりがち。やりがちか。やんないですか。まあそんな感じでね。はい、じゃあ頑張っていきましょうっていう、はい、全然シャワーしてくれないじゃん。心電現象と戦ってませんだ。そう、なんか音がなんか、ね、え、足音が聞こえますとか言われてめっちゃ怖い。センターさんの家にね、他の人いる説あるんだね。事故物件じゃ。おマウス動かした時だけ聞こえるっぽいですね。なんかなんだろう、なんか机が揺れてたりするのかな。僕には聞こえないんだよな。料理ちょっと黒に取り、おー、いいボタン。本当にそう思いで。どうかな。あんま自信なくなってきた。なんでなんで。ああ。じゃあスキップしまーす。大丈夫なアンセンタ。幽霊いる？幽霊がまだいい声が。みんなさっきの聞きました。聞きたい。寺蔵さんの事故物件じゃんってめっちゃ陽気に言ってた。言ってましたね。事故物件の寺蔵。悪いか。悪いか。さあ、そう、マジでさっき俺と二人だ、はい、俺と二人だってこういう音してたんですよ、ずっと。こういう音がと。いや。あのね、あのね、いや、わかる。あのね、夏目のね。うるさい。厳重始まったな。原住民が。パイナップルに住んでいる。左側から音聞こえなかった。スポンジボブ知ってる人いないの？どういうこと？わかるよ、スポンジボブ。左側からそんな感じなの？ってどういうこと？何の音だろう？やば。え、なんか、え、夏目も聞こえた。さっきの試合で申し訳ないけど。ああ、てか、なんか、センターさん、うるさいなと思ってました。センターから聞こえたの、それ。マジ？え、マジ？え、マジで？いや、お前、あるわ、それあるわ、それあるわ、あるわ。え？なんで？
感度が高いのかな、今日。マウス動かす音かな。怖いんだけど、怖い。夜しか眠れない、怖すぎて。怖っ。今も聞こえる？え？なんだろう？マジでわからん。ごめん、ごめんなさい。ちょっと録画見返してみよう、後で。マウスっぽい。ほんとだ、入ってる、なんか。あ、ラップ現象だ！ドドドドドあまずすぎる。ナイスです。僕、なんも聞こえんかったけどな。え、なんだろう。聞こえなかったっすか。もうなんかそっちの考察になってきてるよ。もうまあまあ大丈夫じゃないですか。議論終わった後貨物室に湧いたらドコンって貨物室に湧く音が鳴ってびっくりした。自分で怖くなった。やばい。まあいっか。よくないだろ。今聞こえないから大丈夫ですよ。聞こえたらみんなで、え、聞こえる？え、マジ？え、今は聞こえない。今聞こえない。あ、聞こえる。あるなぁ。あるわ。あるわ。あいつリアルにすな、お前。そんなタイミングよく入ってくる例怖くねえわ。確かに。もうちょっと低めの音だった。あ、寺戸さん、今これ幽霊に入られてる一票。あ、いや、いや。僕が投票してるから嘘ついてる、アメリーさん。幽霊に入れられてつらい。1票目だったね。つまり、どういうことだってばよ。アホ。わからん。いや。集中しろ。あ、しかもミュートゲーかもしれない。なんだろうね。ここから。よいしょ。黒。黒白、黒白、黒白。黒白、黄緑。黒白黄緑、黒白黄緑、アメリンさんがやってで、死体2つともミーティングの左端なので、今リフト乗った人いますか？おやおや、はい、その人か、ミーティングの奥にいると思います。あ、ナチュメは、ね、俺が乗ってるよ。ナチュメ右から来てるから違う。右から左にいたのか今。右から、左から右が俺。うん、貨物2の人は両方白じゃ。アルマさんとクロム。はーい、はい。直近キルってことで大丈夫ね。目の前で見ました。いや、もう1キルは分かんないけど、60秒経ってないはず。ちょっと待ってくださいよ。ミーティングの大手センターさんが殺してました。嘘つけ。なんで？なんでそんな嘘つくんだ。そっぽいな。寺澤さん、アドミン情報ある感じですか？アドミン、貨物にミーティング4、シャワー1あたりあったような気がする。ミーティング4なら、じゃあミーティングにいるわ、犯人。え、センターさんが上がってるんだったら、あ、違うわ、いないわ。千安倍死体に。え、安倍さんはもうほぼこれ多分実践だけだけど、スナパイさんかな、スナパイさん確定の安倍さん、センターさんが対立かな。もう勝ちじゃねこれ。うん。え、スナパイ確定ってどこ？待ってくださいよ。ゾニキさんってどこ？客観視点、僕の死体二個が嘘かもしれないんで。安倍さん二個ありました、死体。ありません。いや、でも寺蔵さんが4って言ってるから、ってことはインポスターはそこにいることになるから。それ以外ちゃんと動いてたよ、多分ミーティング。あ、はい、最終私込み前通路です。てか、死体が2個じゃないと成立しなくない？死体が1個だったらアベレージ3視点、ゾニーテラセンター3人インポスターになるくない？寺蔵さんが4つついてるって。あ、違うわ、ゾニッキーセンターになるのか、アベレージ3視点だと。アベレージさん視点だとバイタルの、はい、情報偽装プラスのミーティングでセンターか。バイタル何秒でしたっけ？いや、アドミンじゃない？アドミンでした。あ、ごめん、うん、アドミンの偽装。え、あれは一応、安倍さんが村で死体でインポスター2は
まあ、ローラーしてもらえればいい。あ、そうそう、それがあるからアベレージ3視点だと、先祖にか先テラになるんじゃないかな。見間違いもあるかなと思います。おしまーす。なんでそんな黒いの死にに来たんか。んーしゅ。ミーティングに2したいだったらスナパイさんが結構実践怪しい、うん、近くにはいたのは間違いない。ゾネキさんとテラゾさんはコックピットコミュニケーションでしょ。はい、前通路。はい、で、あ、テラゾニって見合ってんの。いや、見合ってないです。あ、そうです。ただテラゾさんからまあ動いていたっていう証言、私アーカイブシャワーから、アドミンを見にそっちに向かっていたところ。ああ、中野アルマと黒川クルマは違うでしょ。隠しろ。うん、でしょ、うん、で、夏目は右から来た証言取れるでしょ。ああ、僕が見てます、右から来た。俺も見てる。はい。ミーティングにしたいであれば、リフトを左から右に移動した人物がスナパイさんなんですよ。そう。だから、スナパイさんが怪しい。うん。うん。至極真っ当だと思いますよ、ね。はい。まあ、安定取るなら先端さん挟むけど。まあ、来るだベリーズさんが怪しすぎるから、センターに。いいね。にしたいな。あれは怪しい。おっしゃってたし。うん、そう。どうする、スナパイ、ナツメ、両方釣る。それで。ナツメ先生が、ヌーに乗って、その後、キル取れる時間は、まあ、まっとうな進行は、センガンさん釣って、スナパイさんだと思いますけど。うんうん、まあ。さんがかなり黒かった。アベレージ先端があるってことを言ってるの。違う違う違う、アベレージ先端が対立を取っていたので、アベレージ先端が対立だから進行的にローラーすれば一人落ちる、うん、その後にジャイアンアベレージさんが白いことなんてあんのこれ黒かったですね。本当にそう思ってるの、まあ、アルマさん。それは言われたら確かにってなりますけど、まあ、でも、ね、安定進行、そんなに進行を重視する必要は、安定進行大好きなんですけど僕はこの表は実はスナパイさんに入れてます。うん、まあそれもいいんじゃない。アベレージ君が白の世界線俺もないと思ってるから。じゃあスナパイさんも次夏目先生。おーおーおー、7票自投票。そうだよ、終われ。これは終わるよ、スグリーム。はい、ナイス。なんであんな黒くなる必要があったんだ君は。なんか広く思おうがゆえの空回り。阿部のキル絶対見てる気がするんだけど、なんだ。確かに目撃されちゃう。愛だね。なんか息揚々と黒だったな。いやー、ミーティングキルロマンだけど難しいですね、やっぱ。うん。発見して別のとこにいたって言ってもアドミ見られてるから多分どうしようもなく。確かにアドミも含めて。まああれもうセーフ通報で。さんとも殴り合いが一番良かったですかね。どっちみち絞られてたんじゃないですか、ローラーしてスナパイさん釣りなんで。いやー、ロマンだなロマンだねロマンだねもう中いる、もう中。